ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、3月31日、日曜日、あっちゃんはね、今日ね、この動画があるのは4月1日、エイプリルフレーム。嘘つきます、あっちゃん金持ちです、はい、そのどうでもいいんだけど、どうでもいい、嘘はどうでもいいんだけどね、まあ、4月1日ということでね、新たに新年度が始まったね。さあ、新年度が始まったから何やねんって言われたもないねんけどね。まあ、あちゃんもね、まあ、いろいろ進化もしていってやねんけど、昨日カラオケで覗いた。これなんか痛い、これができた。130の77の65、なんか急に血圧下がったね。ずっと140台やったのに急に130って、なんだろうね、久々の130。体中痛い、関節痛いって、なんか体調悪いな。なんか知らんけど、ね、多分変な寝方したやろ、ね、体中バキバキになってる、ね、3月31日も今日一日ね頑張らんとね。3月はねもう終わりやねんけども、はあ、いや、なんかほんまにね、こうやれることっていうのってね、人間一人ではね限られてんのよ。でやっぱり YouTube もね、それで頑張ってても限界かなって思いながらも、でもまだできることあるやろなって思いながら頑張ってんねんけどね。で外動画とかいろんなもん撮ってきて編集してね、やっぱ編集って大事かなと思うね。で編集動画が見られるのかえたらね、そんなにねバズって見られるほどでもないんやけど、それを続けることが大事かなと思うね。まあ今のところね、なんとか毎日は出すようにはしてんねんけど、もう無理、まあ切れて無理やから、毎日出るとは思わないで、ね、出せる日は出すけど、だから、一本、まあね、昨日もね、もう編集して、その、昨日中に出したん、昨日は何出したっけ、はま寿司やったっけ。ね、こんな感じでね、順番に出していくしか仕方ないんでね、だから、ほんまに、毎日動画出そうと思ったら毎日ネタ系の動画を撮らんとあかん。そのネタ系の動画っていうのは、やっぱ外食であったり外出であったりね、大変やねんね。でそうすることによって他の動画もできなくなるし、編集もできなくなるからね。でため撮りするのがすごいいいねんけど、ため撮りしとってもね、毎日1本ずつ出したら枯渇しちゃうのよ。まあなんかネタ的なもの、家で撮れるもの撮ってもいいねんけど、そういうことすることでね、
まあね、再生数を稼いでいかなあかんねんけどさ、だからね、まあ頑張るしかないのよ。だから応援していただければと思いますわ。でもやっぱりね、ほんまに敵面分かるね、みんなの興味あるのかないのかっていうのは出るね、数字にね。あっちゃん的にはいろんなジャンルやるから、ラジコンもやるから、ね、ラジコン走らせてくる動画って再生せえへんなって。あとまあね、いろんなその7時半台に出す、19時半台に出す動画っていうのは、ちょっと統計も取りながらね、どういうのがいいのか傾向を取りながら、まあ毎日出せへんかもわからんけど、頑張って編集していくわ。3月はね、どうしても再生時間の収益率高くなるから、だから頑張ってね、毎日出そうとはしたんやけどね、もうちょっと息切れしそうな感じになってくるんで、ね、でも3月で頑張ったんで、4月もねちょっとスタートはね頑張ろうかなと思ってるのよ。多分4月は収益率が落ちるからっちて、収益率が落ちたからっちて動画を頑張らへんかったら、なんかよね。だから、蜂蜜あるとこや。ちょっと待って。だからね、動画を頑張るイコール、ね、それが数値に上がってくるっていうことやからね、ほんまに頑張っていかな。昨日ね、カラオケの喉がすごいで、だからまあね、今頑張れることを頑張るしかない。俺しかもなっちゃんにはね、収益上げる方法はないんでね。だからまあ今やれることはやりましょうっていうことやねんね。だからね、今から春先出かけたりいろんなことしようけどね、どういう動画が再生取れるのかって統計取りながらね、効率よくやっていかんとね。ほんまに今まではね、もうやみくもに動画を出してたら再生が取れた、動画の本数増やしたら増やすだけ取れてたんやけど、今はそうじゃなく、なんか昔のね、視聴者さんっていうのは、あっちゃんが出した動画みんな見てくれたけど、今の視聴者さんは自分の見たいところしか見てくれない。だからそういう視聴者層が変わったっていうことやしね。まあそれでみんな、どの動画も あっちゃんの動画で全部見るよっていう視聴者さんが、まあ今もいてくれてるよ、もちろん。でいてくれてるけど、そういう視聴者さんが減ったっていうのは、やっぱりあっちゃんが、ね、視聴者さんをおろそかにしてきたところもあるんやと思うね。ではもう、ね、あっちゃんの収益のためにいっぱい見るよって言ってくれてた人っていうのがかなり減ってきたなっていうのが印象やねんけどね。だから、ね、いやもうあっちゃんの動画やったら何でも見るわっていう人を増やしていかなあかんのでね、これからは、みんなにね、いろんなメッセージをいろんな動画に込めていって、そしてみんなのね、あっちゃんのことを応援してくれてる視聴者さんを大切にして、であっちゃんを攻撃してくる人たちはもうことごとくもブロックしていく。やっぱりね、ファンの人たちそういう人嫌うから、そういう人たちがね、はびこってたら書きにくいもんね。やっぱり安全に平和に楽しめる動画にしていこうかなと。こんな感じでこれからもやっていくんで、よろしくお願いします。まあ4月1日新年度始まったからね、まあ、新たにあっちゃんも頑張っていく決意を、立てます。これからもね、楽しくゆると頑張っていきましょう。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの壮麗タイム良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。さあ、お着替えして今日も一日楽しみましょう。